おはようございます。おはようございます、今回第4回目となります、研究座小池スタイルということで、今日もですね、この玄関期っていうか、まあ、もうすぐ春なんですが、その霊界とか、まあ、そういうのにも役立つっていうことで、いろいろその小池さんに詳しいお話をですね、また今回もレクチャーしてもらいたいと思いますので、一つよろしくお願いします。よろしく。まずそれ竿なんですけど、竿は何尺ですか？竿は9尺です。9尺、あんまり見慣れない竿ですね。今これちょっとテスト中の竿で。ああ、なるほど。色がね、ちょっと面白い色ですね、うん、なかなかないような色で。名前は花吹雪っていう名前。あ、花吹雪っていう名前なんですか、うん、あ、なるほど。浮きは多田助さんの浮きですよね。そうですね、はい。ツアースペックアローでしたっけ。そうですね、そうですね。うーん、今日のまあそのなんつうんですかね、課題といいますか、あれは提灯、先月浅い棚やったんで、はい、まあ、今月は一応深い棚ということで提灯ということでね、はい、ああそうですか。ハリスが今どのくらいですか。70ぐらいですかね、下が、上が8ぐらいですかね。上が8センチ、はい、うん、なるほど。やっぱり今もうこの寒い、まだ春っつってまだまだね、本当寒い時期なんですけども、うん、なかなかやっぱりこの霊界でやっぱりその釣り込むっていうのはすごくやっぱまだ難しい時期なんですけどね。今日も、まあ、それのところで、うん、今日もこれ清流湖水温が5度ぐらいって言うんだよね。あ、うん、だから宙吊りも結構渋くなってるよね、うんうん。それでも今日でもそうだけど、やっぱり一回バラケを持たして、はい、しっかり馴染ましてから当たるようにしないとなかなかね、はい、当たりが続かないですよ。そうでしょうね。浮きはなんか完全にある程度やっぱり沈没して、ただちょっと水温の高い時に比べて浮きの上がりが相当悪いですよね。あ、うん、その浮きの上がりが悪いっていうことは、そのあれですか、あの魚の寄りが少ないっていうことですか、それとも餌自体が、魚自体に活性がいまいちないんじゃないですかね。今餌落ちメモリどのくらい、どの辺なんですか。ちょうどうどんがついて、あの赤が隠れるぐらいですね。隠れるぐらい。あ、そうするとうどんつけた状態で水面上4節でそのバラケの出し入れということですね。そうですね、はい。やはりこういう時期のやはりこう提灯のうどんのセットっていうことになると、やっぱり最初はやっぱりその浮きをどっぷり入れてからこうじわじわ返すようなイメージなんですか。そうですね。なんかやっぱり水温が5度ぐらいだと、はい、ええ、こうなんていうのかな、食わせのハリスがこう張った時にそこにヘラがいないと足んないですもんね、ええ、あ、そうでしょうね、うん。でも西湯湖は結構提灯の効く池っていうのかな、うん、そうですよね、提灯効きますよね、確かにね、うん、混んだ時なんかもね、結構型もなんか提灯の方がいいですよね、うん、はい。この待つタイミングが難しいよね、うん。まあ、待ちすぎてもね、うん、穴開いてどんどん穴開いていっちゃいますでしょうしね。だから相当バラケが合ってないと釣れないですよね、うん、あ、うん、まだバラケついてますよね。ついてますよね。ここで上がってきて今これでうどんだけですか、はい。ただ難しいのはこれ触ってるからってここであんまり待ちすぎちゃうと、はい、
もう平野絶対量が少ないところを持ってきて、こ うどんだけでバラケのついてない状態で待ちすぎると、はい、どうしてもヘラ薄くなっちゃうよね。そうですよね、うん、どのぐらいの基準でその待つんですか。だいたい俺何かそういうサインがあるんですか。だいたい自分は3回ぐらい誘って、ええ、うん、うどんだけになってこう、ええ、3回誘った時にこう、ええ、触りのない時はもうちょっと早めに餌を切る、はい、あ、餌は今日はどんな配合なんですか。ちょっとこれね、はい、3月頃発売になる餌なんですけど、はい、ちょっと触っていいですか。はい、どっちかったらちょっと硬いオフで、そうですね、皮系っていうのかな、まあ、ちょっと柔らかさの中にボソがあるみたいな、うん、でちょっと気持ちネバがちょっと入ってるような。なるほど。だからこういう時期で一番気をつけなきゃいけないのは、逆に魚が下取っちゃう場合あるよね。あ、まあ水温が7度か8度ぐらいあるときは、ええ、まあもっと浮きが、はい、動くよね、そうですね、5度じゃきついですよね。だからバラケをこうなんていうのかな、あんまりこう重くして、ええ、魚がまあうどんよりか下に入るような状況だと本当に食い当たり出ないよね。あ、あんまり食いが渋い時にちょっとアフに誘いをかけて揺すってやるのもね、例えばね、小池さんね、誘い方っていろいろあるじゃないですか、うん、で小池さん的にはその誘い方っていうのはどういうふうな時にどういうふうな誘い方するんですか。例えば縦に誘ったりとか、こう、あんまり俺縦誘いは好きじゃないんだけど、なんか今日はこう浮きが上がってこないんだよね、普段の餌でやって、はい、でもあれですよね、その誘うことをやってて、そのうどんが実際本当にどういうふうに動いてるっていうのをやっぱり、考えると、これはあれじゃないの、バラケをこうここでこう促進、促進させて、それもありますよね、なんかその方が浮き動くね。ああ、なるほど。いい感じで触ってますね。今縦じゃないですね、誘いは。いや、やっぱり最初に縦で誘ってちょっとこうばらけさせておいて、ああ、そうか。そうするとその誘いっていうのもその餌を動かしてその食い気を促すだけじゃなく、そのバラケの促進。そうですよね。ね、なるほど。たまにこう、それは煽ってやって。勉強になりますね。うん、小池さんね、はい、この茶化ちょうちんのうどんのセットで、その地合いの出し方っていうのは、順番に教えていただくと、まずどういうことから。特にこう水温の低い時に、なんでこの茶化ちょうちんやるかと、はい、こう触りが大きい浮きだと読めないじゃないですか。状態が分かんないですよね。分かんないですよ、だからなるべく小さい浮きで、はい、触りを出すように。それでまあ、餌を入れといて、まあ、多少のこう縦誘いの中でバラケを促進させて。そうですね、まあ、その時にこう煙幕がこうリンクしてって、そこにこ うどんが入っていくってイメージですかね。そうですよね。わあ、今のかまさにそうですね、なるほど。
でもやっぱり当たって乗るのはしっかりしてますよね、うん、当たりはね、うんうん、このだけど煽るタイミングなんだけど、うん、よくね、はい、もうしょっちゅうこういう、もうやる人いるんだけど、あれだと魚がうどんを食う暇がないんじゃないの、動きすぎてね、うん、橋本さんが教えたお弟子さんがこの間 やってたんだけど、もう誘いすぎちゃって、それいつ食うんだよ食おうとしてるのに、食おうとしてるのにね、餌持ってかれちゃうんだもん、あれじゃ当たんない。とにかくこういう時期はあれですよね、はい、あのうどんだけになって待ちすぎると本当に食わないよね。やっぱり今日なんか本当にあのバラ今日ちょっとこう動かしちゃった方が当たりますよね、うん、これもだけどあんまりその縦に誘って、うん、バラけがもうずっと持ってるじゃダメだよね。ああそうでしょうね、うん、でも逆に一回誘っただけでもボンって抜けちゃっちゃダメなんですか。それも良くない。あんまり良くないね、うん、ほら一回縦に誘って、はい、バラケがストンと落っこったんじゃ同じだもんね。下落ちちゃうわけだから。そうですね、今度一発で落ちちゃうってことはそのままバラケが下へ落っこって入っていっちゃうからね、うん、こうやってることでバラケちょっとこう上でちょい上でもう持たないのは絶対ダメじゃないですか。これ逆にね、薄いヒラが上ずっちゃうから。ドリンクだよ。まずバラケなんですけど、あのこう持ちますよね。そしたら絶対にこの表面をこういうふうにして粘りを絶対に出さないんですよ。でこれちょっと見てください。いいですか、この落下速度。コロコロしたのとほらあんな違うんですよ。ね、今最初に起こってた方はあのコロコロしたバラケですよね。だから自分の場合はこの指の中で軽く絶対に表面に、ね、粘りを出さないように針の地元のとこだけしっかり押さえる、こういう感じです。例えば浮きを見ながらよくコロ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 やってる人いるんですよ。これが一番悪い癖ね。っこれ浮きを見ながらこういうふうにやってる人はこの転がしてるのは1回2回3回なんて数えてないんですよ。ただひたすらこういうふうにやるだけでしょ。そんで自分の場合はもう本当に針の地元のとこだけだから、このバラケを落とすとほら全然違う落下速度がね。だからその辺ですよ。まあ今日のバラケはまあ今年の3月頃出ると思うんですけど、ちょっと硬いオフで、まあバラケとしてはパワー系です。で、まあ単品で4対1ですか。うん、で単品だとちょっとバラケすぎちゃうんで、うん、その中にあのサラとかちょっとこうふの柔らかいのを入れてやるといいです。だから餌自体はだいたい4対1ですね。餌4に対して水1だから、それはあとはもうケースバイケースでグルタンゴを入れてみたりね。まあまたそれは新製品が出た時にねご紹介します。今日小池さんが使ってるこのうどんなんですが、レンジうどん、レンジうどんに、若干ちょっと牛乳入れて白くしてるんですね。
それでですね、配合としましては、分包1袋に対して、お水を 60cc、それと牛乳をですね 5cc、 都合まあ 65cc ですね。それでよく器の中に入れてスプーンみたいなものでよくですねダマにならないように、かき回していただいて、それで、私の場合はね、レンジが750ワットなんですけれども、1分10秒、まずラップも何もしないで、そのまま1分10秒入れます。で出してきてすりこぎ棒みたいなものでよくかき混ぜます。でその後もう1回1分でまたかき混ぜます。で出してきてまたかき混ぜるんですけど、その時まあそんなにはまあかき混ぜなくていいんですけどね。でもう1回30秒入れてかき回して、で最後に仕上げにもう1回30秒入れて、ちょっとめんどくさいんですけど、これ回数重ねることによってコシが非常に出ますんで、白くてすごくいいうどんになります。で今まあどっちかっていうとその黄色がいいか白がいいかっていうのはその日によってもまあ違うとは思うんですがね、まあ、どちらかというとこの結構なんていうんですか、今白のうどんってこういう系統のうどんって結構なんかどうもいいような気がするんでね、今そういうふうにやってるんですけど、ぜひ皆さんもね、試してみてください。